はい、どうも、鳥さんです。本日はですね、そうですね、もうそんな時期になりましたね。ということで、恒例のかな?やってみたいと思います。はい、ということで、ね、久々ですね、漢字テストでございますね。読みということで。難しくない?これ。ねえ。でしょ?え?何?あとわかんない。全然わかんないよ。わかんないよ。わかりそうでわかんないよ、なんか。そうですね。うん。なんとなく、意味で、漢字の、あれで、なんとなくこういう意味かなっていうのはあるんだけど、合ってるかはわかんないんですよ。他の字であるわけですから。例えばね。とか。うん。これどっちだ?こっちかな?はあはあ、違うよな、多分。これもなんか字が違うんですよ。こう読んでしまうんですよ。とりあえず。とりあえず書いていきますけどね。なんだっけ?なんだっけ?これはなんか見たことあるよ。え?え?なんだっけこれ。これがこれが見たことある、ね、ある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 、あるよ。調べりゃすぐ出てくるやつですよ、こんなのは。なんだっけなんだっけ。ううロンうロンうロンでしょ、しゃべる子言論ロンうううううううえ、何?これとかもわかんないんだけど。ヒレフスみたいな。そうですね。みたいなね。普通には読まないでしょ、だって、こんなの。ああ、そうですね。ちょっとでも、読みは近いかもしれないんですけど、うん、ちょっと違いますね。そうだよね。はい、こんなのもわかんないもん。強制の強でしょ?はい。これなんだ?眺めるじゃないもんね。目に作られてなんだっけ。でもこれ字が違うよな。違うよな。全然わかん。全然わかんない。まさかのこんな字で見たことないけど。全然わかんない。それではじゃあヒントをいきましょうか。はい、まずそちらは何でしょうね。何でしょうね。まああえて言うなら、うん、まあ、やっぱりその標識の表だそうですよね、そういうものなんで、目印とするっていうようなはあっていう意味ですか。意味だったり、まあ、印をつけるっていう意味だったり。それそのままじゃないですか。さあ、どう意味はそういうことなんですけれども。うん、こういうことかな。ほうほうほう。これなんだっけ。これ、論。あれこれと論ずるっていう意味なんです。そうだよね。あ、全然違うけどこっち思い出したぞ。お。これや。ほう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 。論ずる。しゃべる論ずる。論ずる。論ずる。そのままだとね、多分意味としてはね。まあそうですね。うん、まあ。あるいは、うん、
なんでしょうね、些細な火などを取り立てて大げさに言う。なんだと。人の欠点をいちいち、はいはいはい、うんとか。嘘、そんな風に読むの？ほう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 。嘘でしょ。わかんねえな。それはですね、うん、意味的には、はい、あちこちの向きからよく眺める様子、うん、眺める様子、なんとか滅、なんとか滅、はい、あんまりそうですね、使わないかもしれない、使わないよね、難しいな、なんでしょうね、滅、最初は、はい、最初の漢字の読みは、うん、たです、たたです、ためつ、ためつ、はい、ためつ、ためつなんて言葉知らないよ。ためつ、ためつ。ええいろんな角度からよく眺める、はい、破滅、何滅、鬼滅、違う、何滅、ニューヨークメッツ、うん、メッツ、メッツ、破滅、全然わかんない。全然わかんない。あ、多分そうですね、聞いたことないと思う、そもそもわからないかもしれない。そうですよね、何文字ですか。そこの漢字は2文字です、読み2文字、破滅、滅、あ、目が少ないってどういうことだ、全然わかんねえな、2文字、他は逆に大丈夫ですか。いや、もう大体自信ないですよ。まあでも、そうね、そうね、あ、一番自信があるとしたら、うん、ほうほうほう、たぎる、うん、多分これも合ってると思う、はかどる、うん、ほう、これも合ってるんじゃない、サイナム、うん、あとはもう勘です。さあ、でははい、こちらでファイナルアンサーでよろしいですか。ファイナルアンサー、早速、はい、回答編といきましょう。はい、ではまず一番一問目から、これからですね、はい、一番自信があるとおっしゃっていた、はい、こちらの読み、はい、たぎる、はい、これです。そうですよね、これ間違ってたらさすがにちょっとやったですよね。49歳の成人男性としてね、お見事、はい、はい、続きまして、指し示すとかじゃない、惜しい。そこは、はい、知るす、知る、はい、あ、そうだ、そうですね、はい。なるほど、そう言われりゃって感じですね、はいはい、そうですよ、はい、で、今確かめると書いていただいた感じ、はい、改めるか、あー、そうです、改める、そっか、なんかね、だんだんそうなってくると分かってくるんですよ。あの、やっぱり考えてる間ってダメだね、視野が狭くなる。要は検知とかそういう昔で言うとさ、の剣じゃん、そう、そうですよ、改めるんですよ、素晴らしい、はい、おっしゃる通りです。あー、そっか、さあ、はい、そして次、あ、全然わかんない。なんとそちら、はい、あげつらうで正解です。すげー、お見事。まあ、ヒントいただきましたけどね。いや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 、素晴らしい、はい、さあ続いて、はい、こちらサインナムです。はい、
さあ、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 こちら、はい、こちらは残念ながら、はい、間違いです。お、なんだこれ。こちらはですね、うん、意味的には、うん、信託とかのタンクだよね。あれ字違うっけ？いや、合ってるんです。うん、意味合い的には、はい、直接には関係しない他のことと無理に結びつけて、都合のいい口実にする。ああ、こじつける。あー、惜しい。かこつける。かこつける。もしくはことづける。ことづける。かこづけるとことづけるってだいぶ意味違う。ことづける。ことづける。でもあのことづけるとは違うよね、多分。かこつける。かこつけるですね。かこ何々にかこつけて。あー、そうなのね。はい、なるほど。そして、はい、そしてこの草、はい、とかか草から始まる漢字がみたいな字ですよね。最初はくなんですね。く、はい、くたびれる。正解、くたびれるです。あー、なるほど。あー、なるほど。わかるとあーっていう感じですね。これがだってなんかそういう倒れるとか地形の意味だもんね。そうだよね。はあ、なるほどね。はい、はい、そして次、はい、こちら、はい、多滅、すがめつ。知らん。まあ、意味合いはいろんな角度から、うんうん、よく眺めつ。それは聞いたことないや。多滅、すがめつ、うん、何々です。ニューヨークメッツね、今結構、今年結構ね、あれですから、お金もありますし、お、うん、補強を結構してるみたいですよ。素晴らしい。はい、残念。はい、そしてそしてはかどる、はい、こちら正解は、はい、くすぐる。くそー、くすぐるか。残念。手で楽しむってことね。はかどるちょっと字違うか。そっか、そうですね、こんなような字だった気がしたんだけどな。似てるけれどもちょっと違う。くすぐるね。はい、そして最後ですね。最後、はい、こちらは、はい、けしかける。けしかけるか。しつけはちょっと字違うもんな。そうですね。ということで、あー、きちいな。実際にちゃんと当たったのは2つだけですよ。普通に誰でも読めるやつですね。いやー、ということでね、レベル高いですね。これ分かったら漢検何級ぐらいなんですよね。どうなんですかね、2級ぐらいですかね、それでも。そんなもんなのか。いや、まあ勉強すりゃね、あれですけど、あれですよ、別に台本こんな難しい字載ってないですからね、基本的に。私が読めたやつが台本に書いてあるレベルだと思ってください。はい、ということで、やっぱこの辺はちゃんと勉強しないとダメですね。小説とかで書いてあったら多分自分で調べるんですけど、なかなかね、パッとは難しいですね。はい、ということでね、まだまだ勉強が必要という49歳でございましたけども、皆さんは何問できたかな？ということで、またお会いしましょう。バイバーイ。